ウェブ平沢先生、どうぞよろしくお願いいたします。ことしの夏もお節電を一部、強いられている地域もありますのでね、はいはい、大変だと思いますが本当に水をいっぱい取っていただいてね、はいえー、なるべく涼しいところに皆さんでお過ごしいただいて、はい、この夏をしのいでいただきたいですね。でも先生、大ム事件、まだ解決とまで行きませんけれども、一応は特別隊員の人たちが、えー、一通とおり警察の手に、えー、収まったと。 全員捕まったとでいいんですかこれ今あの、特別手配というか、特別に指名手配してた、はい、あの平田誠が去年の暮れ、はいまあ、警察のポカがありましたけど、いずれにせよ捕まって、えー、それで今年に入って、あの菊池直子、はい、そして最後に残ったのが高橋克也、はい、これが捕まったんで、はい、一応お、今、警察があのオウムで手配してた。 ものは全員が捕まったと、えー、しかしあのこうやって振り返ってみると反省点はいっぱいありますね。<ー>で警察は私はこのオウムの事件ねあの、まあ、これオウムの事件というのはあの日本の犯罪史上勝ってないい、まあ、わば最大の凶悪悪質なテロ事件ですよねだだけけどこれは日本だけじゃなくて諸外国もね。 このオウムの事件についてはこれはねものすごい関心を持っているんです。はい、なぜかというとこういうい毒ガスをばらまくっていうのはね自分の国でもテロリストがやる可能性があるということで、はい、要するにこのオウムの事件については各国がものすごい関心を持ってね、はい、そしてそのいろんな,そのなんていうんですかねその日本に当局に情報をくれとかいろんな形で、あ。のー 調査に来られたんですよ、はい、ですからその意味で言えば世界的に、まあ、世界の犯罪史上でもまれに見る悪質な、うん、これは犯罪を犯したテロ集団なんです。はい、で大間、えー、昭和59年ですかねあの最初の前身ができて<ー>それでオウム真理教っ名前書いたのが昭和62年だったと思いますけど<ー>それからですねい何回となくそのいろんなテロ事件というか犯罪 っていうか殺人事件とかいろんなの起こしてるんですよ。でその中でまあも最もね知られてるのがあの坂本お弁護士の一家殺人事件なんか起こしてるでしょ。はい、それからあのあれは平成え何年だったんですかね？千九百九十四年だったんですかね？あの確かあの あれで松本サリン事件っていうのもありましたそれでその後に1995年ですからの地下鉄サリン事件ね、はい、地下鉄サリン事件っていうのがあって、はい、この地下鉄サリン事件というのはあの亡くなった方が13人ですけどあの負傷された方は6300人ですかあれはもっと犠牲者が多く出てもおかしくなかった事件ですよね。<ー>ですから あの地下鉄サリン事件という、まあ、いわば無差別大量殺害事件をなぜオウムはやったかというと今までの,その坂本事件とかなんかで警察の捜査の手が伸びてきたとですからその捜査を拡く乱するために今度はこっちの方をやったというふうに言われているんですけどもともかく前代未聞の悪質な凶悪犯罪をオウムが やったとそ,のそ,そこは初めてじゃなくてその前にその前哨戦は今言いました坂本弁護士の事件それからあの交渉人役場の事務長を監禁して殺害した事件だとか、ねはい、それからあのいろんな事件がその前にあったわけですから、はい、ですからその前の段階で、えー、警察が、ねえー、ストップできなかったというのはうこれは。 私は警察にとって特に松本サリン事件があったわけですから、はい、私は警察にとってはこれ大きな反省事故だなと思いますよ、あのそれでこのオウムの事件でね、あのーまあ、逮捕者は地下鉄の事件も含めてもう 400, 400人から500人くらいもう出ているんですけどね。<ー>で、えー 死刑、まあ、逮捕されて、その浅原翔子も地下地裁事件の後逮捕されて、それで、あのー、今、えっと、あれはいつですか、ね、2006年ですか、はい、あの死刑の判決が確定したんです、はい、で確定したけども、まだ、あのー、やっぱ死刑は執行されていないで、それはあ共犯者がまだ逃亡しているからとか、共犯者の裁判があるからはい、はい、ということだったんですけれども。 それがあるもんだからあの東京拘置所の周辺にね、はい、まだ朝原将校をいわばあの、ね、教祖とあ,あがめ立てまつっている連中が周りに集まってあのいるわけでですからまだ、このおおむの朝原将校のをまだ,まだあの、まあ、あの崇拝している。 人物というのはいるわけだ。から影響がまだあるんですね。ね影響力をまだ持ってるんです。です。今度の、あの、高橋克也もね、捕まった時に、まだオウムの。あの、なですかね、あの、いろんな、その、テキストっていうんですかね、はい、なですか、ねろね、いろんな。ね、あの、協定みたいなやつをね、はい、持っていたということが言われてますけど、はい、まだ。それに、まあ、が、じゅ、呪縛からっていうかね、こういった、その。うん、あの、進行をね、してるやつがいるわけ、呪縛解けてなくて、ですから。 なかなかこの宗教っていうのは怖いと思うんですけどそす、ね、警察がその私のように捜査いろんなところで私は大きなやっ,やっぱり反省点があると思うんですけど一つの大きな反省点はやっぱりこれ宗教団体なんだったんですよ。はい、まあそのあの宗教の 団体の認可は取り消されてますけども宗教団体としてて認可されてたでしょ、はい、ですから宗教団体に対して警察が捜査当局が入ることに対するやっぱり国民の思案というかねうやっぱりそれの援助というのがあったんですよ。はい、宗教団体というのは、まあ、わばある意味ではなんて言うんですかね聖域というかですね要するにあんまりその権力が介入するもんじゃないと信、はいはい、教の自由信、ね、の自由がありますから、はい、というようなことがあって、はい、要するに宗教団体がまさかこんな悪質な ことをすることはないだろうという,、はいうね、ようなこともあってね。生前説,説,説からできてますから。ですからね宗教団体でもこういうことがあるんだということをね、うん、まああのがわ分かったわけですけど、はいそ。それまではまあやっぱり警察なんかも宗教団体だからっていうんでいろんな情報があったけどもいろいろ疑わしい点はあったけども入ることについてはもう非常にお、うん、おあの及び越しっていうか遠慮があった。うん、これについてはやっぱり警察は。 ね、やっぱり宗教団体でもそれはやっいろいろと問題があるときには入らなきゃならないと、うんはい、いうことについてはやっぱり1つの大きな教訓にしなければ私はならならいいと思いますね,そ,すねそれからやっぱり今回のこのあれを見てますとね、まあ、これだけあのいろんな事件があの重なったわけですけどなぜ、その。 オウムの連中がこれだけいろんな活動ができたかというと、やっぱり金を持ってたんですよ<ー>で、宗教団体、これだけ悪質な犯罪集団であるにもかかわらず、やっぱり宗教団体というのは、いわば一種の非課税みたいな形で、うん、しかしいろんな事業もやってたと、はい、ですから海外にも進出してね、はい、それでオウムの麻原なんていうのはロシアに行けばロシアのトップクラスと合ってるわけですから、えー、ですから、それ、なぜ会えるかというと、やっぱりそのお金も渡してますから、えー、ですから。 その宗教団体のいのわばお金ですね要するに活動資金これも,もちろんそのまともにあのその純粋な宗教団体がほとんどだと思いますけどそういうところはまあいいとして中には宗教団体にもこれの隠れ身のりして要するに詐欺まがいの犯罪集団的なことをやってるところもあるわけでそういうところをどうやって区別するかというのはこれからあの警察がこれからしっかり あれれしななけけばいけないいとところだと思いますねそれから私はい、まあ、わばそのいろんな事件が重なったんですけどその時にしっかりできなかったから、まあ、結局それでその、まあ、大きな地下鉄サリン事件というのが起こってそして指名手配の連中がそれからね、えーまあ、今日まで十何年間も逃げ回っていたわけで。 その間、国民の皆さんに大きな不安を与えていたわけなんでまあ私は警察の捜査のあり方ねこれについてもなぜあのすぐに検挙できなかったのかとりわけ指名手配した後それをその今度の高橋克也までこんなに時間かかったのかこれは私はあのもっとあの警察は反省した方がいいと思いますね。そのの中で今回明らかになったのは あの防犯カメラね、ね、はい、それから懸賞金ね、はい、こういったものについて、いずれもかつて昔、警察はこのいずれにあのあの、特に懸賞金なんかについては、えらい消極的だったんです、で私なんかが警察にいたときに、欧米ではどこでもこれ、当たり前のことのようにやってることで、やっぱり懸賞金という形でやればね、国民のうう皆さんもっともっと真剣に、 あの情報提供してくれるからあのこれやったらどうかということはずいぶん言ってたんだけど日本の警察の中には医者頭みたいなやつがいっぱいいてでこの連中が言ってたのは情報を金で買うのをことを日本の警察は潔しとしないと <laughs> それともう一つ言ってたのは <laughs>、はい、あの要するに検証業みたいな形をつけるとね間違ったデタラメ情報がいっぱい来るんじゃないかとこれも言ってましたけどもしかし今明らかになったことはやっぱり。 こううい懸賞金みたいなね形で欧米型に日本の犯罪もなってきてますしそういう形でやることによって多くの情報があの警察にも入ってくるということでそれを潰せばいいわけですから<ー>ですから私はあの懸賞金というのはあの非常に効果のある制度これはあのあの最初始めたのはですね、はい、あの民間団体があの公の金を使わないで民間団体が警察の協力団体が あの検証券つけたんです,うですそしたらあのそ,の、ね、それが効果があって、はい、それからじゃあ公の,あの,こあの、ね、お金を使ってっていうことでやり始めたんですけど、えー、これからやっぱり、ね、これはまあ使っ今度の最後の指名手配の使ってもらったのを見るとそういう感じがしますし、うん、それからもう一つ、ね、あの今回の件であれなのは防犯カメラが非常に効果的。うんはい、この防犯カメラ はあのね、最初日本で最初あれ何十年前ですかねつけた時はまあ,あの例によって日弁連だなんだが<ー>もうプライバシーだどうだ情報のあれがどうなんだとか何とかかんとか言ってですね、はい、ものすごい反発がありましたけどあの防犯カメラによってですね 今どれだけ操作が助かかってるかでもし防犯カメラがなかったらですね永久に迷宮入りするかもしれないその間に捜査員の人件費はものすごい高いものがつく、ね、だけど防犯カメラによってですねうんどれだけ捜査が助けられているか分からないですですから防犯カメラでもちろんいろんなその関係ないあ,のかあ,のあれもいっぱい撮ってますからそれはあの廃棄処分するなりなんなりしてそれはきちんとしてねあのあのなんですか必要なところだけ使えばいいわけで。 私はは防犯カメラはロンドンはね街に1万,いや1万台防,衛か防犯カメラんあそんなにあるんです。なぜかというとロンドンはテロが、ねえー、あの随分ありましたから<ー>ですから1万台がありましてね、はい、ですから日本はまだまだそこまで全然行ってませんけども、えー、それは防犯カメラみたいな監視カメラあばっかりあるといつもなんか狙われているようなう見られているような感じがするってよく言いますけどもしかし。 犯罪が起こった時に予防にもなるし起こった時のことを考えたら私はそれは非常にいいんじゃないかなと、ね、このオウムの事件が起きた17年前から比べると犯罪の数も相当増えましたよね <laughs> 増えましたですねあそれからオウムで一つ私あの言うの忘れちゃいましたけども、はい、オウムで あの事件が起こった後にあとでね、破壊活動防止法という法律があって、要するに非常にその、ね、テロを起こすあの恐れのある団体についてはね、はいあの、要するに解散命令が出せることになってるんですよ、えー、でこれ解散命令、ところが、あの破防法の委員会でいろいろ検討した結果ね、もう今後起こす恐れはないだろうというんであの、オウムについては解散命令出さないんです。 で,出してないんですですからオウムは新理教自体はあの今名前はアレフと変えましたけどーーそのまま残ってるんですよ、はい、ですけども何のための破防法だか分かんないですです,、ね、ですからこの審査委員というのはね専門家ですけど専門ばかっていうのは,、ねまあ、そは専門家でいるんだけど私は専門ばかの典型だと思いますよ <laughs> だってこれだけの犯罪を起こしたあの組織団体でしょーーそれをねそのために、ね、解散命令を出すっていう法律があるにもかかわらずそのね要するに あのもう起こす恐れがないからそのまま存続を認めると何のために存続を認める必要があるのか私にはさっぱり分かりませんけどもともかくこれは解散命令を私は 出、ね、せなかったとっいうのは、ね、ね、出さなかったとっいうのは、私は一つの大きな失敗じゃないかなと、<ー>これからでも遅くないから、私は破防法を適用してもいいんじゃないかなと、はい、要するに破防法というのは、まあ、非常に強力なあのわば権限であの、憲法で認められたあの組織あの、要するに団結権だとかなんかのね、あの組織を、いろんな結社の銃とか、いろんなものをね、いわばあの妨害することになるから。 それはもうできるだけ慎重に慎重に慎重にやらなきゃなんないというのは分かりますけどもしかしこれだけの大きな犯罪を犯したねそ,のその組織をねそのまま存続を解散命令を出さないで認めるというのはどう考えても。 私には分からないんですけどね<ー>ですからこれはやっぱり専門家が審議した結果がそういうことになったんですけど、うん、まあこれはもう専門家としか私は言えないと思いますけどね。うんまあ、やっぱり日本,日本という国はこのテロとか拉致とかあまり普段こうね、はい、あのよくこう考えれば分かるんでしょうけれども、はいえー、障害国と比べるとまあそういう被害の頻度が少ないんでしょうかね。はいえー、というところでやっぱり。 落ととしし穴なんでしょうねね思います、ねはい、もっともっとやっぱりこれだけ多様化してきてますしね、はい、隣同士がわからない、はい、でいろんなところに本当にあのどういう人たちが来てるかわからない状況の中ですから、はい、まあ,あの秋葉原のあの事件もねそうですね。まだ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 。あの そう遠くない話でですすからねねそうですねぜひ、はいあの、いろんな意味でオウム事件を振り返って、はい、国民の皆さん一人一人のね、先生、のやっぱり警察のご指針ですから、はい、警察のお話をされてましたけれども、国民一人一人の目線もしっかりここで反省した方がいいのかもしれない、ね、ですね、はいまあ。いずれにしましてもあの、犯人が検挙されたということで、はい、まあこれから全容解明に向かっていくと思いますので、そうですね、本当に安心して詰める国づくり。 そうですね、ぜひ民主党さんにやってほしいんですけど、難しいでしょうかね、いろんな意味で解散も近いかもしれませんから、はい、あの国民一人一人はしっかりこの番組を見て、はい、またあのいろいろと一票を投じていただけるといいと思います。